来週のプレゼンの資料だけど、明日中に仕上げておくように。え、今週中じゃなかったんですか？それに明日は台風で会社休みですよ。私がチェックする時間が必要でしょ？だから絶対に明日中に仕上げなさい。でもデータの持ち出しは禁止なので家じゃ作業できないんですけど、出社すればいいでしょ？だから明日は台風でお休みのはずですよね。何甘えたこと言ってんの？あんたそれでも社会人？たかが台風ごときで大切な仕事を投げ出すなんてさ。いや、プレゼンは来週なので、明後日でも十分に間に合うと思うんですけど。大体、本来ならもっと早くできてたはずでしょ？それは、課長がどんどん別の仕事を押し付けてくるから。押し付ける？上司に向かってその言葉遣いは何なの？申し訳ありません。失言でした。ただ仕事量的にちょっと無理がありまして。言い訳なんて聞きたくないわ。お言葉ですが、課長ちょっと私にばかり仕事を振りすぎじゃないですか。逆に高木くんは仕事が全然ないって嘆いてたんですけど。そういえばいつも高木と話してるわよね。男に色目を使う暇があったら真面目に仕事をしなさい。別に色目なんか使ってないです。同期で同じ部署に配属されたのは二人だけなんで話す機会が多いだけです。今度高木と話してたらあんたの評価下げるからね。いやいや、それじゃ仕事にならないですよ。普段から無駄話をしてるわけじゃないんですけど。とにかく高木と話すのは禁止よ。今日も私と彼が話してたのにあんたが邪魔してきたでしょ？何のことですか？あんたが大げさに忙しそうにするから手伝いに行っちゃったのよ。いや、実際に忙しいんですよ。言い訳はそこまでよ。今後高木に関わるのは一切禁止。いやいや、何言ってるんですか？さっきからどうしてそんなに高木くんにこだわってるんです？高木は私のものだからよ。え？あんたって仕事できないだけじゃなくて空気も読めないのね。とにかく私の彼に色目使ったらただじゃおかないんだから。彼って、課長、高木くんとお付き合いしてたんですね。知らなかったです。そういうことだから。だからもう高木とは関わらないで。いや、もともと職場でしか顔を合わせることはないですし、会話も仕事に関することだけです。今後高木と話したら罰金だからね。1回につき5000円。罰金って冗談ですよね。中学生でもあるまいし。私は本気よ。それじゃ仕事に支障が出ちゃいますよ。高木には私が指示を出すから、あんたはずっと雑用やってりゃいいの。雑用って？あんたにできるのはそれくらいでしょ？文句があるんだったら、あんたも出世すればいいでしょ？ま、無理な話だろうけど。私だって頑張ってるつもりです。じゃあ明日中にしっかりと資料を作成しとくように。できてなかったら許さないから。わかりましたよ。これから会社に行って泊まり込みます。あんた部長に何言ったのよ。私は何も言ってないですけど。嘘つかないで。私が台風の中出社させたって言ったでしょ。なんか大問題になってて部長がすごく怒ってるのよ。だから私は何も言ってません。それに言われた仕事もちゃんとやりましたからね。何も文句言われる筋合いはないです。だったらどうしてこんなことになってるのよ。このことを知ってるのは私とあんただけのはずよ。いえ、もう一人知ってる人がいるんですけど。は？誰よ？誰に喋ったの？高木くんです。は？高木と喋ったら罰金だって言ったでしょ。喋ったっていうか、台風の日高木くんが会社に来てくれたんですよ。どういうことよ。高木くんの家って会社からすごい近いらしくて、ふとオフィスの方を見たら電気がついてるのに気づいたそうです。それで不思議に思って来てくれたんですよ。嘘でしょ。お恥ずかしい話なんですが、台風の中一人で仕事してたらなんか泣けてきちゃって、そんなところを高木くんに見られちゃったもんで。全部喋ったわけじゃないでしょうね。何があったんだってすごい剣幕で聞かれたので全部話しました。なんてことしてくれてんのよ。これじゃ私があんたに嫌がらせしてるみたいじゃないの。この際だから言いますけど、実際嫌がらせですよね。私にやらせてたプレゼン資料も本来は各課の課長が作ることになってるって聞きましたよ。何を言ってるのよ。これはあんたのためなの。経験を積ませるためにこの私の仕事を振ってあげたのよ。感謝してほしいところだわ。そうですね。課長のおかげでちょっとメンタルは強くなったかもしれませんね。生意気言わないで。とにかく今すぐ部長に自己判断で台風の日に出社しましたって説明しなさい。そもそも私が部長に話したわけじゃないんで、何を言っても無駄だと思いますけど。だからあんたが言わなかったら誰が言うのよ。しらばっくれるのはやめて。まだ気づかないんですか？今回の件を部長に報告したのは高木くんです。私の話を聞いたらすごく怒っちゃって、僕の大切なモカちゃんになんてことするんだーって叫んでました。は？
僕の大切なモカちゃん？高木くんと付き合ってるって話嘘なんですよね。実は私入社当時から何度も高木くんに告白されてたんです。正直タイプじゃないんで毎回断ってたんですよね。は？見えすぎた嘘ついてんじゃないわよ。嘘じゃないです。課長と付き合ってるって聞いてやっと諦めてくれたんだと安心してたんですよ。そうよ。彼は私のもの。ババアが色目使ってきてマジでキモいって言ってましたけど。嘘よ。彼はそんなこと言わない。いや、実際はもっとたくさん言ってましたけどね。嘘よ。私は信じない。まあ信じなくてもいいですよ。事実は変わりませんからね。とりあえず高木くんが激怒して今朝部長に突撃したんですよ。あんな人を放置するなら僕は会社を辞めるって啖呵切ったそうです。なんかなよなよしてる人だなーって思ってたんですけど、意外と男らしいところもあるんですね。それで部長が怒ってるっていうの？実際部長もうすうすは気づいてたらしいですよ。課長が全然仕事できないこと。常に同僚や部下の手柄を横取りして出世してたんでしょ。そんなことない。でも妙に容量が良くて問題は起こさないから扱いに困ってたらしいですね。部長への嫌がらせも随分とうまくやってきたみたいですが、今回はさすがにアウトです。ちょっと、お願いだから部長に説明してよ。このままじゃ私クビになる。大丈夫ですよ。今のご時世すぐにクビにはできませんから、転職活動するための余裕くらいはあるんじゃないですかね。私のこれまでの努力が全部台無しになっちゃうじゃないの。私がどれだけ苦労して課長の地位についたと思ってるのよ。あとはイケメンの夫、高木を手に入れたら私の人生は完璧だったのよ。努力って手柄の横取りとか仕事ができる部下への嫌がらせとかですか？ああ、あとはお気に入り社員に言い寄ったりとか？そんなことしてない。全部誤解なのよ。私って誤解されやすいみたいで。だったら自分で部長に誤解でしたって説明すればいいんじゃないですか？何しろ課長様なんですからね。わかったわよ、謝るから。嫌がらせしてたことも認めるわ。だから許してお願い。許しませんけど。っていうか、私が許したところで何も変わりませんよ。どういうことよ。高木くんが課長の嫌がらせでこれまで辞めていった社員なんかを集めて訴える準備してるらしいです。は？どうしてそこまでやるのよ。だからさっきも言ったでしょ？高木くん激怒してるんですよ。あのババア絶対に潰すって宣言してましたからね。どうしてよ。そこまで怒る必要ないじゃないの。よくわかんないですけど、愛ですかね。私、かなり愛されちゃってるみたいです。いや、そんな話聞きたくない。私にも罰金がどうとか言ってましたけど、他の人からも罰金とかなんとか理由つけて、金品を脅し取ってたんでしょ？全部まとめて請求されると思いますよ。そんなの無理よ。払えない。多分100万円超えてるし。え？そんなにやってたんですか？本当に恐ろしい人ですね。まあ私には関係ないんで頑張ってくださいね。そんなこと言わないで。あんたが言ったら高木も辞めるでしょ？なんとかして止めて。すぐに止めてよ。多分それは無理だと思います。だって高木くんさっきも、もう誰も僕を止めることはできないよ。あの悪魔を必ず成敗してみせる。だから待っててね、モカちゃんって LINE 来ましたし。もうやめてよ。これ以上私追い詰めないで。じゃあ私は課長と違って真面目な社員なので仕事に戻ります。どうせもう上司じゃなくなるんだし、LINE もブロックしますね。やめて、話を聞いてよ。もう嫌がらせなんかしないからさ。私心を入れ替えるから、全部謝るからさ、せめて話を聞いて。その後、キヨクは降格処分を告げられ、立場を失ってしまい、結局退職することになりました。さらに高木くんによって集められたこれまでの被害者たちからも訴えられてしまったそうです。慰謝料なども含めて最終的なキヨコへの請求額は300万円を超えたんだとか。キヨコは再就職先もすぐには見つけることができずに、現在はバイトを掛け持ちしながら支払いに追われているそうです。一方私はこれまでキヨコに奪われてきた実績が正当に評価されたことで異例のスピード出世できました。高木くんとの関係については、まあ、ご想像にお任せします。最後まで見てくれてありがとうございました。動画を良かったと思ったら高評価とチャンネル登録をぜひお願いします。